にちは。作家の土井豊です。毎月第3土曜日に配信している作家土井豊の司馬太郎飛ぶが如くを読んで日本の政治を考えるシリーズ、今回は司馬太郎の飛ぶが如く第1巻から第3巻までの間に登場してくるさまざまな主人公であるはずの西郷隆盛をめぐる群像たちのその紹介、ちょっと最初の方に紹介するはずが飛ばしてしまいました。木戸孝允、幕末に桂小五郎の名でよく知られた木戸孝允について今回はお話をしようと思います。それというのもですね、木戸孝允といえば幕末長州の代表的な政治家であったわけです。で、長州、明治の日本の最初の政治を作っていく長州藩の藩閥と一方の薩摩の藩閥、薩摩の方は西郷隆盛と大久保、この二人が薩摩閥を代表する、維新の三傑の、三人のうちの二人で、一方長州藩を代表する木戸孝允が維新の三傑の3人目ということで、明治の維新後のですね、最初の代表的な政治家として3人の名前がよく挙げられるわけですが、なんと言ってもですね、西郷隆盛については本当に多くの物語が書かれて、映像もたくさん制作されて、やはり日本の近代以降の政治家軍人の中で代表的な一人というふうに言えるでしょう。西郷に次ぐ大久保も、大久保利通もですね、これもまた西郷と大久保というふうに2人セットで並び称され、特に幕末の維新の原動力となった一人として、知名度は圧倒的にあるわけですね。それに比べてですね、長州の木戸孝允、こちらはすごく知名度において劣ると言わざるを得ません。むしろですね、幕末の桂小五郎という名の方がよく知られていますよね。で、これはやっぱり、幕末の、時代物のですね、最も人気の高い一つである新選組絡みの物語、新選組の、活躍を描くお話の相手方としてですね、常に、長州藩、そしてその代表格の桂小五郎、一流の剣客でもあったということで、よく時代物に桂小五郎は、美男子の 剣豪として登場しますので、むしろ桂小五郎という名前の方がよく通ってますよね。で、明治以降木戸孝允という人は、西郷と大久保の陰に隠れてしまって、非常に知名度の低い人となってしまったのではないかと思うわけです。で、これは私の個人的な見解ですけれども、木戸孝允がですね、維新の三傑の中で知名度が低い一つの原因としては、やはり何と言っても日本人が好んで幕末のお話を読むときに必ず読むであろう、司馬太郎の代表作の中で、
司馬太郎はですね、すごく木戸孝允あるいは桂小五郎をですね低く、書いてるんですね。まあこれはもう本当に司馬太郎のおそらくはまあ個人的な好き嫌いによるものではないかと私は思うんですけれども、常に桂小五郎のあるいは木戸孝允の存在というのが、まあ、ある意味不当に低く描かれているように思います。で、まあそういう司馬太郎作品を読んで、幕末から明治にかけての歴史を知った人にとっては木戸孝允というのはやはりその西郷大久保に比べてだいぶ劣る人なんだなというふうに思っちゃうんじゃないかと思うんですよね。まあちょっと不公平なところがあるかなと思います。で、今日木戸孝允を取り上げるのは、実のところ私がですね、まあ個人的に幕末維新の、維新から、まあ明治初期にかけての人物、主だった人物の中で、高く評価し、そして、人物としても、好みである2人の人がいまして、それは1人は木戸孝允、そしてもう1人は、前回まで何度か触れました、司法卿江藤新平、この2人は、まあ、明治太政官政府の中にあって西郷大久保に比べて扱いが随分低いんですけれども、私としてはやはりまあ好みですけどね、木戸孝允や江藤新平が政府の中枢を担ってくれたら今の日本の骨組みみたいなものがもうちょっとうまくいったんじゃないのかなと、まあそんな風に思えてならないわけです。まあそれで、木戸孝允のことをお話しするんですけれども、長州出身の木戸孝允、この木戸がですね築いた、長州閥政治のようなものが、巡り巡ってですね今現在日本の総理大臣である安倍晋三派閥といいますか、安倍晋三とその一派のところへ、まあ、最終的には帰結してしまったわけですよね。長州派閥というのが、まあ、明治の日本政府の中枢をかなり、占めていましたのがずっとずっとですね、150年、その流れが徐々に、まあ、拡大するというか、まあ、いろいろ、浮き沈みありながらついに今の、まあ、日本のその権力をですね一手に掌握してしまうようなそういう安倍、いわゆる安倍政治にまでたどり着いてしまうわけですが、まあこれはいささか、木戸孝允としては随分不本意ではないかなと思うわけです。まあというのが、まあ、木戸孝允の政治姿勢というのは、まあ本当にこの人は経歴が、幕末の志士から始まって明治の10年に、西南戦争の最中に、病気で亡くなりますけれども、おそらくその、政治歴としては最も長い、一人ではないかと。多分最も長いんですよね。多くの、幕末の志士たちが、非業の死を遂げていく中、長州を代表する桂小五郎は明治維新までですね生き延びまして、でさらに、まあ、明治維新後の初期の明治政府の中枢を、まあ、担い、そして、病気のため、まあ、西南戦争の最中ですが、病没してしまいます。まあ、非常に経歴の長い人なんですけれども、この人は一貫してですね、私はどこを気に入ってるかと言いますと、一貫して、まあ一種のこう民主政治的な、まあ民主主義というにはあまりにもちょっと幼いものなんですけれども、民主政治的な方向を常に目指しているように見えるからです。
で、その対極にあるのが、薩摩を代表する西郷大久保のやり方ではないかと。まあ、日本の明治の政治がですね、最初のその明治維新の理想からですね、だんだん、一種の帝国主義的な方向へ向かっていくその流れっていうのは、西郷から大久保へこうバトンタッチされていく、まあ、いわばその薩摩的なその政治の在り方というのが大きいように思えるんですけれども、木戸孝允がもし日本の政治を一手に担っていくとすれば、もっとですね、当時の19世紀の末にあるその欧州あるいは米国ですね、欧米の民主主義思想をもっときちんと取り入れてですね、そして、憲法もああいう帝国主義的な憲法ではなく、もっとその民主思想よりの憲法を作り、民主国家に成長させていけたんじゃないのかなと、まあ、そんなことを思うわけです。まあ、そのあたりの歴史の if はまあいくら言っても仕方がないことなんですけれども、この徳川如く第一巻の中で、司馬太郎が最初に木戸孝允を描くんですけれども、この木戸孝允の登場する場面、これが非常に私はこの長い読みにくい小説の中でですね、非常に気に入っていて、この一巻の後半終わりの方に木戸孝允がようやく登場してきます。で、その場面はですね、木戸孝允が、まあ、いわゆる、欧米使節団からですね、帰国した後、直ちにその、まあ、一種のレポートですね、その視察の報告を政府に出し、そして、当時ですね、明治政府はいわゆる明治6年の政変に至る、政官論をめぐる政変の渦中にあったわけですけれども、この木戸孝允はですね、帰国して、そしてこの政官論、明治6年の政変に、巻き込まれないようにうまく身を処すわけですけれども、そんなことよりも木戸孝允は、欧米視察による、さまざまな見聞を直ちに政府の、政策に生かそうと、して、そしてさまざまに活動を始めます。で、その一つの、場面がですね、木戸孝允が、当時、政官論の主張をしていたと言われる西郷隆盛のところを訪ねるという場面があります。で、木戸孝允が西郷を訪ねる場面は、ちょうどその西郷が、病気療養のためにですね、今でいうところの渋谷のあたりにですね、弟、まあ、西郷の弟西郷、柔道、その弟の屋敷の、お世話に厄介になって、渋谷の郊外にいたところへ木戸孝允が訪ねていきます。で、この時の小説のこの徳川如く第一巻の描写は非常に生き生きとしていてですね、司馬太郎はこういうのを書かせると本当にこう筆がうまいんですけれども、当時の渋谷の金王という土地はですね、非常な郊外で、まあ、ほぼほぼ片田舎なんですよね。で、その片田舎の、屋敷に、まあ、金王八幡の近所の屋敷に西郷継道が屋敷を買い、そしてその郊外の屋敷に兄
西郷隆盛が、病気療養のため滞在している、木戸孝允はそこを訪ねていくんですけれども、その、田舎の風景の中で、西郷と会談をし、そして、西郷と一緒にお昼を食べる、その、お昼を食べる時のその場面もですね、非常にこういかにも司馬太郎らしく、面白くってですね、薩摩汁が、出されるんですけれども、その薩摩汁に、鶏肉が使われていて、そして、骨付きの若鶏が鍋の中に入ってるんですね。で、西郷は、鶏骨付きの鶏をですね、指でつまんで、美味しそうに食べるんですが、木戸孝允はですね、非常にこう行儀のいい人なので、骨付きの、鶏肉をですね、箸で、食べようとして難儀している、その様子が、まあ、非常にちょっとユーモラスにですね描かれている、まあ、こういうあのちょっとした描写でですね、その人物をズバッとこうね、なんか特徴を描いてしまうあたりが、この司馬太郎の小説のうまさだと思うんです。で、この、まあ、司馬太郎の描いたこの桂小五郎、木戸孝允はですね、常に、司馬太郎が言うには政治家というよりも評論家的であって、自ら、家中の栗を拾うというところがないというふうに散々批判をされているわけですけれども、まあ歴史上ですね、木戸孝允はそういうわけではなかったはずです。やっぱり何か好き嫌いのようなものがあって、司馬太郎にとっては木戸孝允というのはそういう、言葉だけの人のように見えてしまうんでしょうね。で、この前半、徳川如くの2巻に至るとですね、今度は、木戸孝允と西郷の関係というよりも、その明治6年の政変の中で、西郷を止めるために、大久保利通と木戸孝允を、2人、合同させようと、まあ、共闘させようという、まあ、そういう陰謀を巡らせるその下級武士たち、まあ、政治家たちが活躍しますが、まあ、それが後の明治日本の大物になるその伊藤博文や大隈重信やそういった人たちがですね、まあ、当時の若手の政治家たちですね、それが大久保と木戸を、もともと仲悪いんですけどね、この二人を共闘させようと、いろいろ暗躍いたします。で、まあ、この前半に描かれる、木戸孝允の姿で非常に印象的なのは、この三巻の真ん中ら辺、徳川如く三巻の真ん中ら辺に出てくるんですけれども、この明治6年の政変をなんとか、止めようとして、木戸はですね、木戸孝允は、陸軍のその面々を、なんとか抑えなきゃいけないと、要するに、よく知られるようにですね、その明治6年の政変では西郷隆盛が政官論の論争に敗れて、政府を辞め、下野してしまうと、鹿児島へ帰ってしまうという、そういうところが一番よく知られていますけれども、西郷隆盛が政府を辞めて、鹿児島へ帰るという時に、西郷を慕う、軍人たちがみんな辞めてですね、一緒に鹿児島へ帰ってしまうという、そういう事態になりそうなので、それをなんとか止めたいと、木戸孝允はそこで、陸軍のその西郷隆盛と、一方の、陸軍のですね、代表であるその陸軍卿であった山形、有朋、
この、まあ、長州のですね、軌道にとっては後輩にあたる山形に、なんとかその陸軍のですね、この一斉に陸軍の人たち、まあ、将校たちがですね、辞めて、鹿児島へ帰ってしまうという、まあ、それをなんとか止められないかということを言うんですね。で、まあ、陸軍の、実務を担っているこの陸軍卿の山形有朋については前回や前々回に詳しくお話をしましたけれども、木戸孝允にとってですね、山形有朋というのは旧元の長州藩のもちろん後輩にあたりますけれども、立場もはるかにですね、当時から桂小五郎であった木戸孝允の方が上で、山形当時の京介と名乗っていた山形はいわゆるその長州の所帯、その騎兵隊の実務を担う、まあ言ってみれば、下級の武士であったわけです。で、山形有朋にこのなんとかその陸軍のですね分裂を抑えるように、説得する軌道はですね、山形が希望している、そのことをですね非常にまあなんていうんですかね、断るんですね。何のことかと言いますと、山形有朋は、陸軍卿というその軍人でありながら、参議になりたいというふうに、まあ、要するに太政官の、今でいうところの内閣の政治家になりたいというそういう希望を木戸孝允に言うわけです。でそうすると木戸はですねもうずっとそれが、持論なんですけれども、政治家は逆ですね、その軍人は政治に口を挟んではいけないというふうに、言うわけです。でまあこれ今から考えるとまあ要するにですねその軍隊と政治、がまあ一緒になってはいけないというねそういう理屈なわけですけれども、その日本のその明治維新後のこの初期の明治政府にあって、そういう区別をですねはっきり言っていたのは、まあ、木戸孝允ぐらいなものでですね、これはまあいわゆる、軍隊のですねシビリアンコントロールの思想なわけですけれども、それをこう明治維新後のですねこの混乱を極める、政変の中でですね、まだきちんとですね区別を言うというのはそこが木戸孝允の、まあ、いわば民主思想側のその立ち位置といいますか、あくまでもその民主思想的なそういう発想を、通すというねそういう筋の通った、生き方の現れたと。でそのあたりが結構ごっちゃになってるのが西郷であって、西郷隆盛は、まあ明治政府にあって、参議でもありそして、陸軍大将で、その首都を守る、近衛兵たちの、司令官である近衛都督でもあると。まあ要するに、政治家その内閣の一員でありながら、まあ陸軍のトップでもあり、近衛軍のトップでもあるという。まあだからまあ一身に、いろんな地位を兼ねているわけですよね。だからまあ西郷にとってそのシビリアンコントロール的な発想というのは、まあ、あまり重要ではなかったようです。で同じくですね山形有朋という人も、この人もですね本当にその 権力をですね、求める、露骨な、そういう野心というふうなものが見え隠れするんですけれども、ずっとですねその陸軍を担ってきたわけですけれども、やっぱりその政治家のその内閣のですね要するに大臣に
なりたいというそういう、野心がありまして、でとにかく内閣に入れてくれと、まあ、当時の太政官ですね、参議になりたいんだということを木戸に言うわけです。まあ、しかし木戸孝允はまあ先輩として、後輩 の, その山形有朋のそういう野心をいさめてですね、軍人は政治に首を突っ込んじゃいかんのだというふうにあくまで区別をうるさく言うわけですね。この辺り の, その木戸孝允 の, そのなんていうんですかね、筋の通ったところが私はすごく気に入っております。でちなみにちょっと自分の本の宣伝になって恐縮なんですけれども、この私の司馬遼太郎飛ぶが如く読解の中で、西郷隆盛のことを、書いたわけではなく、実際にはですね、その隠れ主人公2人いましてね、1人は木戸孝允のこと、そしてもう1人は先ほど言いました江藤新平のことを詳しく書いています。ですから、まあ、司馬遼太郎自身は飛ぶが如くの中で、西郷をめぐる群像たちの、まあ、いろんな人物を描く中で、必然的にその木戸孝允も江藤新平も、まあ、かなりページを割いて書いてるわけなんですけれども、私はこの飛ぶが如くを読んですごくやっぱり印象に残るのは前半の方の江藤新平の、佐賀の乱、そして、まあ、前編通じてですね、こう木戸孝允がいかに、西郷の、在り方に、異を唱え続けたかと、要するに西郷隆盛的なその日本の政治の在り方に木戸孝允はずっとその反対をですね、唱えていくわけですが、まあ、その筋の通った在り方に非常に感銘を受けます。まあ、このようにですね、その司馬遼太郎飛ぶが如くを読む中で、さまざまな明治の、群像たちが描かれますが、いろんな人それぞれの読者にとってですね、その感情移入できる、あるいはそのお手本にしたいような、そういう人が必ず見つかると思います。そういう意味でもこの飛ぶが如く司馬遼太郎、この飛ぶが如く全10巻は、今こそ広く読まれるべきではないかと私には思えてならないわけです。特に、安倍政治的なこういう、権力が集中するこの一種の独裁的な日本の政治の在り方というのは、司馬遼太郎の飛ぶが如くの中に、その可能性といいますか、恐れが多分に描かれて、予見されていたように私には読めます。まあ、そのあたりのこともですね、この摂著、司馬遼太郎飛ぶが如く読解にも書いてありますので、ぜひぜひお読みください。それではまた来月、飛ぶが如くをご一緒に読みましょう。それではまた。